ワンナシ打ちました。取りました。ワンアウトです。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番前田。今日はショートゴロとファーストライナー。空振り、ストレートはボールインコースへ。スライダー決まってストライク。インコースのボール左へ、ヒット。前田初安打。ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターは6番尾形。今日はセンターフライとサードゴロ。スライダーはストライク。ワイドアップ。カープここまで7安打ストライク。カーブで三振。そして右バッターボックスには奈良井。ここまで2打席連続三振。初球引っ張った、ファウル。カープここまで7安打。変化球ストライク、インローへ。さあ追い込まれました。打ちました、いい当たり。リーダー下がった、センターの後ろワンバウンドヒットになった。前田三塁ですと二塁はセーフ。そして迎えるバッターは野村。今日3打席目、ストレートワンバウンドボール、わずかに外れてワンボール。二塁ランナーをちらっと見た、空振り。的を絞れません。ボールカウントワンエンドワン、またも空振り。バッター追い込まれました。流し打ちどうだ、ファウル。打った、これはヒットになります。野村ライト線へのタイムリーヒット。カープ2点返しました。アウト、スリーアウトになりました。6回表が終了して7対3、カープこの回2点を返しました。ここでタイムです。ここはピッチャー変わるようです。梅津マウンドを降りまして、天野今日3人目のピッチャーとして登板です。これからイーグルスの攻撃に変わります。今日2本のヒットを放っているロペス。1球目ストレート空振り、ボールカウントワンナッシング。打った、セカンドの頭上ライナー、ヒット。ロペスこれで3安打猛打賞。今日ツーベースを打っている山崎。ハームボール決まってストライク、ワンナシング。おっすっぽ向け、おっと危ない、打ちました、切れていきます。バットが空を切りました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは6番関川。ここまで1安打、まずは一塁牽制。流し打ち、ファウルボール。パンボールはストライク、天野追い込んでいます。完全に外れたボール、ツーストライクワンボール。直球打った、振りました。バッターは7番酒井。ここまでヒットは1本。直球ワンバウンドボール、ここはよく選びました。ストレートワンバウンドボール、酒井よく見ています。パーム見送ってボール、ノーストライク3ボール。一塁へ1つ牽制球を送りました。直球ストライク。6回の裏イーグルスの攻撃、真ん中ストライク。肩越しに一塁ランナー見た、ツーアウトランナー一塁、一塁ランナー自動的にスタート、つかみました。一塁ランナーロペス残塁に終わりました。10番終わって7対3、イーグルスこの回無得点です。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは1番尾形。今日はヒットが1本、インサイド打ちました。酒井ボールをつかんでアウト、ワンアウト。バッターは逆境に強い木村。初球打ち流した、ファウル。スライダー見送ってボール、ワイドワン。打った、取った、一塁アウト。ここまで2安打の島。
際どい球ボール。スライダーストライク。本日今の投球でちょうど70球目になります。ストレート打ちました。ファールボール。内角の変化球はボール。打った、いい当たりだ。一塁アウト。最後は内野ゴロに倒れました。7回の表が終わって7対3、楽天4点リードは変わりません。ここでタイムを取りました。どうやらピッチャー交代を告げるようです。天野、交番、沢崎、今日4人目のピッチャーとして登板です。7回の裏、イーグルス、ラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは8番、藤井。打った、引っ張った、一塁送る、一塁アウト、ワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。今日2本のヒットを放っている飯田。フォーク決まってストライク。膝元厳しいところ。打った、痛烈な当たり、セカンド右横抜けていった、ヒット、ライト前ヒットになった。さあワンアウトからのランナーが出ました。ワンアウトランナー一塁に変わります。先ほどタイムリーを放っている磯部。尾形バック、伸びた、伸びていった、センター見送った、ホームラン、ツーランホームラン。バックスクリーン左横に打ち込んだ。見事に初球を捉えました。沢崎打ち砕かれました。9対3、楽天リードを6点に広げました。打った、流し打ち、ボールを取った、一塁アウト。今日好調の吉岡。直球をまずはアウトコース、フルスイング、空振り、ワイドアップ、スライダー見送ってストライク。ストレート、空振り三振、スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わって9対3、楽天この回2点を加えています。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは4番ダロッカ。打ちました、二遊間抜かれた、ヒット、センター前ヒットになった。ダロッカ今日初めてのヒットを放ちました。前田、左バッターボックスに入りました。ここまで1安打。真ん中ストライク、ワンナッシング、アウトコース、チェンジアップ外れてボール、ワイドアン、流し打ち、どうだ、ファール、三塁側のフェンスに当たります。インコースのボール左で振りました。前田、サードライナーに終わりました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは6番尾形。ここまでヒットがありません。まっすぐ決まった、ストライク、スライダー決まってストライク。バッター追い込まれました。インコース、ダメ三振、見事なピッチングです。ここでタイムがかかります。ここはピッチャー交代でしょうか。本日マウンドを降りまして、川本、今日2番手としてマウンドに上がります。バッターは7番新井。ここまでヒットは1本。インコースの変化球ストライク。ファーストランナーちらっと見た、直球決まってストライク、ツーナッシング。打った、これはうまいところに打ち上げた。磯部前に出る、掴みました。これで3アウト、一塁残塁。8回の表が終わって9対3、イーグルス6点リードは変わりません。これからイーグルスの攻撃に変わります。今日3安打猛打賞のロペス。打ちました、初球打ち、掴んだ、一塁アウト、ワンアウトです。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは5番山崎。今日はヒットが1本。打った、島全身取りました。山崎、初球打ちはライトライナーでした。バッターは6番関川。今日5打席目、流し打ち、ヒット、関川。これで今日は5打数の2安打。酒井、右のバッターボックス、ここまで1安打。まずは一塁牽制、打った、流し打ち、ヒットになります。酒井、これで今日は5打数の2安打。ここでチャンスに期待がかかるバッター、藤井。真ん中にストライク、ワンナッシング、これはボール、わずかに内側、打ちました、
ピー関川一気にホームへ。楽天立て続けにヒットが3本飛び出しました。イーグルスリードを7点に広げました。藤井タイムリーヒット、これはヒットになります。ボールを掴んだイーグルス、なんとこれでヒットが4本続いたことになります。楽天リードを8点に広げました。リーダータイムリーヒット、ここでタイムです。ここはピッチャーを変えてくるんでしょうか。沢崎降板、佐々木今日5人目のピッチャーとして登板です。先ほどツーランホームランを放っている磯部、カーブはストライク、厳しいところ、打った。尾形落下点構えて掴みました。8回が終わって楽天この回も2点を追加しています。さあいよいよ9回に入ります。ここまで2安打の野村、ヒット。さあノーアウトのランナーが出ました。ここでタイムを取りました。ここはピッチャーを変えてくるようです。川本マウンドを降りまして、マイエット今日3番手としてマウンドになります。今日ヒットを放っているクラ、チェンジアップワンバウンド、ボール、これはわずかに低いか、直球打ちました。打ちました、掴みました。ワンアウト、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。ランナー一人置いて迎えるバッターは尾形、セカンド送る、二塁アウト、一塁はセーフ。バッターは2番木村、ここまでヒットは1本。初球流し打ち、ヒット、木村今日2本目のヒット、今日2本のヒットを放っている島、直球ストライク、外角打った、ヒットになります。レフトをテイク、タラップ、1点返しました。島タイムリーヒット、島ツーベースヒットを放ちました。右バッターボックスは4番ダロッカ、今日はヒットが1本、速球決まってストライク、インコース引っ張った、ふん、タムリーランナーをちらっと見た、引っ張った、ヒット、ダロッカこれで今日2打点、カープさらに1点を返しました。一塁アウト、試合終了。今日のハイライトシーンです。吉岡、今日の試合を決定づける逆転ホームランを放ちました。お伝えしてまいりました試合は楽天勝利しました。実況担当川地直樹でフルキャストスタジアム宮城からお伝えしました。